ガンターソクサガンターソクサまたはガンターシ,ターシ,ターシチェーンは測量に使用される距離を測定するための道具である。イギリスの聖職者で数学者のエドマンドガンターが1620年に発明した。それまでは長い距離を正確に測定する道具がなくガンターソクサの導入によって土地の形状を正確に測量してずに描くことが可能となり法的及び 商業目的のために利用された。即さ全体の長さが、チェーン、即さを構成するリンクの長さがリンクという長さの単位となった。チェーンとリンクは、その5大英帝国における法定単位となった。即さは100個のリンクからなる全長が66フートの鎖であり、中間の測量を容易にするために、10号機に付けられた。 真鍮製のリングやタグによって10のグループに分けられる。したがって、1つのリンクの長さは7.92インチである。4分の1チェーンは5ヤードであり、この長さは1ロットである。10チェーンが1ハロン、80チェーンが1法定マイルとなる。ガンター四速差は互換性がないように見える2つの体型を調整した。4の倍数に基づく、伝統的なイギリスの土地測量の単位と、 10の倍数に基づく重心数である。1エーカーは、ガンターの方法では10平方チェーンとして測量される。よって、リンクで測量した面積を10万で割れば、エーカーによる値に変換できる。測量子の測差。アメリカ合衆国ニューヨーク州、1830年頃、ガンター子測差を使って畑や、その他の土地区画を調査するには、まず角や、 その他の重要な場所を特定し、次にそれらの点から2点ずつ選んでその間の距離を測定する。測量子には速差を操作するチェーンマンの補助が必要である。測距棒を目的の場所の地面に置く。視点から速差を測距棒の方向に広げ、速量子は、チェーンマンに指示して、速差が完全にまっすぐで測距棒の方向に向いているようにする。の先端部を ピンで地面に固定し、後端部も動かないようにして、再び目的地に向かって即さを広げる。このプロセスをレインジェングと言い,い、これを目的地の即距棒に到達するまで繰り返す。測量士はチェーンがいくつ置かれたかを記録し、測定距離内に何本のリンクがあるかを直接読み取る。通常、チェーンの両端はハンドルになっており、片方は測量に使用するが、 もう片方は使用しない。内側のループは速さを固定するためのピンを刺す場所である。多くのチェーンが終端をハンドルとして作られていたため、測定に含まれていた。すべての2点間でこのプロセスを繰り返せば、土地の縮尺図は簡単に作成できる。このプロセスは驚くほど正確で、かつ非常に低いレベルの技術しか必要としない。土地が平らで連続的であれば、 即座を使った調査は簡単である。それに対し、例えば大きな窪地や水路を越える測量は物理的に実施できない。傾斜地では必要に応じて片端を上げて即座を水平にし、起伏によって長さや面積が増えないようにする。ガンターシ速差は後にスチールテープに置き換えられたが、ガンターシ即差に由来するチェーンとリンクという単位は残った。 1>, 1チェーンは66フィート、100チェーンに等しい。この単位は、イギリスの鉄道やアメリカのいくつかの地域での一識別子として、今でも使われている。例えば、アメリカ合衆国では、こういう地測量システムの図面は200年前のデータベースとの整合性を維持するために、チェーン単位で公開されている。アメリカ合衆国中西部では、特に農村部で、チェーン、ロット、 ポールといった単位を使った行為に遭遇することは珍しくない。オーストラリアやニュージーランドにおいて19世紀から20世紀初頭にかけて作られた道路の幅は通常1チェーンだった。クリケットのピッチの長さは1チェーンである。ありがとうございます。